はい、第2スタジオにゲストをお迎えしています。本日東証グロース市場に新規上場しました、証券コードが4893ノイルイミューンバイオテックの代表取締役玉田浩二さんにおいでいただいています。玉田さん、おめでとうございます。ありがとうございます。抗がん剤の研究開発なさってますバイオベンチャーというふうに伺ってます。はい、まず事業内容のご紹介からお願いいたします。はいはい、当社ノイルイミューンバイオテックはですね、がんを克服できる時代へということで、プライム技術という新しい技術を使ったがんの治療薬の開発を行っております。で、我々が行っているがんの治療薬はですね、カーティ細胞療法と言われるものです。で、このカーというのはですね、キメラ抗原受容体、英語ではキメリックアンチジェンレセプターと、その頭文字を取ってCAR と、カーと言いますけれども、こういうですね、人工的な受容体を患者さんのリンパ球、あるいは患者さん以外のリンパ球でもいいんですけれども、免疫細胞に遺伝子を組み込むということをします。そうするとですね、この T 細胞といわれる免疫細胞が、このカーという遺伝子を出した、いわゆるカー T 細胞に変わることができます。で、このカー T 細胞というのは、このように遺伝子組み換え技術を使って、作り出す、非常に強力にですね、がんを見つけて、それからがんを見つけると殺してくれる、そのような、非常に治療薬として高い効果を持った、細胞に変えることができます。で、このように遺伝子組み換えで作ったカーティ細胞を増やして患者さんに再度投与すると、そうすると体の中でこのカーティ細胞が、がんを検出して殺してくれると、そのような薬ということになります。で、さらにですね、このカーティ細胞療法というのは現在すでに、がんの中でも血液がんと言われるものではすで、に承認をされております。これはアメリカでも日本でも欧州でも承認をされているものです。で、この血液がんと言われるのは、いわゆる血液の細胞ががん化したもので、白血病とかリンパ腫、それから骨髄腫と言われるようなものです。で、この血液がんに対してこのカーティ細胞は非常に高い治療効果を示すということがすでに分かっておりまして、患者さんで実際に使われている状況です。ところがですね、この血液がんというのはがんの患者さん全体の中で患者数としては約 7% でございます。で、 93% はそれ以外の固形がんといわれる、これはですね、肺がんとか乳がんとか胃がんとかですね、大腸がん、膵臓がん、このように実際の臓器の中に塊を作って増えてくるがんですね、これが実はがんの患者さんの大部分ということになります。で、非常に大きな市場であるんですけれども、現在のところ今の技術のカーティ細胞というのは血液がんでは効果があっても固形がんではまだまだ効果が弱いというふうに言われております。ですので、今世界中でですね、この固形がんに対してどうすればこのカーティ細胞という新しい技術が治療効果を発揮できるのかという多くの研究開発が行われております。で、我々もそこを目指して進めているわけですけども、まずですね、大事なことは、なぜカーティ細胞は血液がんでは効果が出ているのに固形がんではまだまだ効果が弱いのか、そこの原因をですね、しっかり調べる、そのことによって、じゃあ固形がんに効くカーティ細胞はどうやって作れるのかというところが進むことができます。で、まずこのスライドはですね、血液がんと固形がんの違いをお示ししているんですけれども、血液がんというのは、がん細胞が血液の細胞から出てきてますので、そのがん細胞自体が血管の中をぐる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 回っているような状態、で、血液の中とかリンパ節とか、あるいは骨髄というところにがん細胞があります。で、カーティ細胞というのは作った薬をですね、細胞を点滴で投与しますので、カーティ細胞も血管の中に入っていくと、そうするとがんも血管の中にありますと、投与するカーティ細胞も血管の中にあります、自然にこうアクセスできる、コンタクトできるわけですね、ですので効果が出やすい。一方で固形がんというのは、先ほど申しましたように、がんは塊を作って、例えば胃がんであれば胃の壁に塊を作って、血管の中ではなくて外にありますから、点滴で投与したカーティ細胞がきちんと血管から外に出てですね、がんのところにたどり着いて殺してくれるということが重要になります。で、やはりですね、投与した細胞は一部は行ってくれるんですけど、全てがたどり着くというのが血液がんと違ってなかなか難しいと、
これがまず一つ目のハードルということになります。それからもう一つの大きなハードルがですね、血液がんというのは比較的均一な顔つきをしています。ですので白血病なら白血病、リンパ腫ならリンパ腫で、そのがんの目印を一つ見つけてですね、そこを攻撃してくれるカーティ細胞を作って投与すると、まあ、ほとんどの血液がんの細胞は殺すことができると。一方で固形がんというのはですね、非常に顔つきがバラバラの細胞の塊なんですね。あ、そうなんですか。ですので、一つのがん細胞を殺してもですね、やはり殺すことができない別のタイプのがん細胞が一つの塊の中にこういっぱいいるわけですね。ですのでカーティ細胞だけで全てを殺してしまうというのはなかなか難しくて、やはりカーティ細胞とプラスアルファの攻撃手段が必要だということになります。でこの2つのハードルですね、どれだけがんのところにカーティ細胞、免疫細胞を集めてくるか、それから集まった細胞がカーティ細胞だけじゃなくてもっといろんな体の中の免疫細胞が集まってきてカーティ細胞と一緒になってがんを攻撃すると、それによっていろんなタイプの顔つきのがん細胞を殺すことができる、これをどうすれば達成できるかっていうのが実は大きなポイントになります。そこで我々が作り上げた技術というのがここに書いてあるんです。プライム技術と言われるものです。これはですね、通常のカーティ細胞、今使われている血液がね使われているカーティ細胞にさらに2つの工夫を加えました、はい、一つが、遺伝子の名前でいくと CCL19 という遺伝子、この遺伝子はですね、要はナビゲーションシステムのようなもので、これをカーティ細胞が作ることによってどん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 がんのところにカーティ細胞とか体の中の免疫細胞が集まってくる、そういう集めるような、はい、因子をですね、カーティ細胞に作るように、工夫をしたと。でもう一つが IL7 という遺伝子で、これはですね、集まってきた細胞がどん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 そこで元気を使って、活性化をして、はい、さらにがんを攻撃する力を強くする、いわゆる、ブーストシステムのようなものですね。ですので我々のカーティープライムカーティーというのは通常のカーティーよりもがんのところに細胞を集めてくるナビゲーションと、集まってきた細胞がカーティーと一緒になってがんを殺すようにどん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 活性化するブーストシステム、こういうものを搭載したシステムということになります。で現在我々はですね、この、プライムカーティー細胞技術を使った、複数のパイプラインを持っております。で我々が自社で創薬している、自社創薬という事業、それからこのプライム技術はですね、ぜひいろんな企業の方、製薬企業の方に使っていただきたいということで、この技術を使っていただくための導出も行っております、そういうものを共同パイプライン事業と呼んでおりますが、現在、自社創薬事業の方で第1層臨床試験に3つのパイプラインが入っているという状況でございます、全部でこれで9本今走っているそういうことですね、仕組みと現状分かりました、業績の数字を持ってきていただいてます、この棒グラフなんですけど、真ん中のラインから下の方に出ているのが利益、これは経常利益、損益がマイナスでございますね。今期はさらに拡大、バイオベンチャーって皆さんそんな状況なんですけれども、今立ち上がりの段階でその負担が大きいということですか。そうですね、先ほど申しましたように我々すでに第一層臨床試験に入っているパイプラインがございますので、そこに対して、この大きな先行投資を行っているという状況でございます、年度によってですね、収益の上がる年もあります。これはライセンスの契約であったり、あるいはライセンス契約後のマイルストーン収入であったりですね、そういうことを期待しておりますが、足元、第一層臨床試験の資金がかかるということでございます。わかりました。そして、先ほどのお話もありましたけれども、御社のですね、ビジネスモデルの強み、ご紹介いただけますか。今世界中でですね、固形がんに対する強力なカーティー細胞を作ろうということで複数の技術を作っている、開発をしている企業がございます。で我々の技術はですね、この先ほど言いました CCL19 とそれから IL7 というものでナビゲーションとブーストをしているわけですけども、この組み合わせというのはですね、実は非常に自然な組み合わせで、我々人間の体の中にはですね、リンパ節というところがあって、このリンパ節にはTセルゾーンといわれる、多くの T 細胞が集まっているエリアがあります。でこの集まっているエリアはですね、先ほど申しました CCL19 と IL7 というこの2つのファクターによって、
体の中でリンパ節で T 細胞が集まっているということが分かっています。で我々はこの自然非常にこう自然な組み合わせのファクターをですね、カー T 細胞に搭載することでがんの中にこの T 細胞を集めて、でその T 細胞ががんを殺してくれるという、まあ、こういう技術を作り出しました。でこれはまあ、いろんな形でカー T 細胞を強力にしようとしているんですが、まあ、我々のようにこの体の中でもともとある組み合わせを使って、強力にしようとしているのは非常にユニークな、まあ、我々の強みだというふうに考えております、はい、そしてそれからですね、まあ、この実験はですね、まあ、動物実験のデータではあるんですが、先ほどの CCL19 と IL7 というこのナビゲーションとブーストをですね、片方ずつ入れたらどうなるかということをやってみたんですが、これはですね、実はこの2つが両方ないと効果が出ないということが分かっていて、これが我々の非常にユニークな特許なんですね。特許、はい、これは世界中の企業がですね、一つの分子を入れるという工夫はたくさんやってるんですが、はい、我々のように2つのものを組み合わせるというのは非常に我々の強みであり、まあ、ユニークなポイントということになります。だんだん時間がなくなってきました、はい、最後のもう1点、はい、でさらにですね、我々すでにこう第1相臨床試験の、まあ、早期のデータというものがすでに報告をされておりまして、確かにこのプライムカーティー細胞で治療したがんの患者さんでは、がんの中にですね、多くの免疫細胞が集まって、まあ、がんを攻撃していると、まあ、そういう像が認められたというものでございます、はい、今後のビジネス展開はどんなふうに、はい、当社はですね、我々で創薬をしていく自社創薬、それから我々の技術を使っていただく共同パイプラインに加えてですね、まあ、さらに新たな、もっと新しい技術を作る、まあ、そういうことを進めていきたいなというふうに考えております。わかりました。最後に、はい、投資家の皆さんにメッセージを送っていただけますか、はい、こちらの画面でお願いします、はい、ノイブンバイオテックと申します。我々ですね、今日お話しさせていただいたようにカーティ細胞という技術を使って、非常に患者さんの多い固形がん、まあ、多くの方が苦しまれていると思います。このがんに対して、新しい治療薬を作っていきたい、そこに我々が持っている非常にユニークで、まあ、強力なプライム技術を使ってですね、新しいがんの治療薬を作っていきたいと思っております。自分たちでパイプラインを作るだけでなくですね、この技術を世界の製薬企業の方に使っていただくというようなこともビジネスとして考えております。どうぞよろしくお願いいたします。ノイルイミュンバイオテック玉田代表取締役においでいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。